ゃあ、見てます。え、どうしますか。はい、なんかここら辺重くなってきちゃったんで軽くしてほしいのと、ここなんかちょっとなんて言うんですか、フラットなんかこうなんて言うんですか、締める感じ。短くする。短さはそうするとちょっとすっきり、少しこの辺はそうですね、短く。皆さんこんにちは、バラちゃんです。今日も見ていただき本当にありがとうございます。動画の更新の頻度がですね、最初に比べたらちょっと下がってしまって、友達の結婚式の動画など作っておりました。まあ、それも無事に終わりましたので、今回はいつもの1ヶ月に1回ぐらいのこちらのトイプードルのですねメンテナンスをしていきたいと思います。はい、なんかダラ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 してますけれども、いつもこんな感じで切ってますよっていうのを見ていただければと思います。はい、どうぞ。まあなんかここ邪魔、これ邪魔、落としっすね。あっても、むしろここ気になるのか。いや、ここはウェットすると毛量少ないんで、少ないっていうか少ないんで、少なくはない。2センチぐらいは切りたい。そうっすね、トス伸びるんで、そのことが言うとなんか意見違くなります。え、いいの。え、2センチってどのぐらいでしょう。いいの。はい、あの下は下もちょっといくか。そうっすね、 なんて言えばいいんですかね、なんかこういう、とりあえず前が伸びてくるので、ちょっと下向いて1年後ボブになればいいんで。1年後ボブになればいいの。はい、どんなボブ、色気のあるボブ。いいですか。いいですか。いいんですか。うん、色気のあるボブね。いいっすね。これしか言わない。マジでやばかったな。いや、本当にやばかった。何が。自分が好きなイギリスのチームがあるんですけど、うんうん、そこの今移籍期間なんですね。うんうん、でなんかまあやばい移籍の噂が立ってて。あ、好きな選手は？好きな選手ではないですけど、まあサッカー界的に超有名な選手っていうんですか、ね。容姿で言うと。容姿で例えなくていいよ。それを調べてたら寝れなかったです。え、何？不安になっちゃったの？いや、本当なのかどうなのかと。嫌なの。いや、嫌ではないですけど、まあ、もしその移籍が決まったらどういうフォーメーションとかになるかとか調べ出したら、自分がフィールドに立ってる。まあ、そうっすね、すごいじゃん。なんかすごいじゃん。すごいですか。なんかそれぐらい夢中になれる趣味があるって、うん、羨ましいよね。すごくないですか、ロボット。え、もうこんなんとこまで。え、怖っ。人っぽいね。すげえ。すごい。え、さっきの壊れたんじゃないの。すごっ。え、これ、はい、何暴れ。いや、なんかさ、それに廊下で鉢合わせたら勝てる気しなくない。今しないっすよね。めっちゃ速そうじゃん、足。めっちゃ楽しそうっすね、こんなの。めっちゃ必要か。絶
れとく。そうです。だからこのロボットのサッカーとかもできるわけですね。そう、サッカーの人もね。すみません。普通にくつろいでました、うん。普通にくつろいでるよね。こういう髪型でもドライで切れるんですか、まあ、ドライで切るのも難しいですよね。違うね。ハヤトの場合は濡らしちゃうとこうやって手にこうやって巻きついてくるから切りづらいんですか。切りづらいの。今の方が切りやすい。あ、そうなんですか。うん、癖がすごいから。そうだった。どういうこと。いや、切ったことない。あ、自分の髪ね。確かにね。今度ウェットにしてここのカメラで撮ってあげるか。ああ、確かに。どうなるか見せたい。指切りそうになるぐらい一本一本こう指に巻きついてくるんだよ。はい、たわいもない会話ですね。でこの後ね、ちょっと私ね、また沸点が低いんですぐ切れちゃうんですけど、この人ね1週間前に金髪にしてね黒染めしてるんですよ。何がしたいの。ほんとブリーチしてさ。いや、これ黒染めじゃないんですよ。いや、だからそれすごい主張してくるけど、黒染めじゃなくても黒くなってんじゃん。なんか確かにそうです。もうあれだよ、相当病んでる女子だよ。それも彼氏に振られて自分で家でブリーチして、だけどちょっとメンタル治ってきたからやっぱちょっと黒くしようみたいな、そういう精神状態にあったよ正直。あ、またさんあったって言われたんですか。違うよ違うっすよ。これどんな形なの。これ今この感じやばいよ。え、これもういや、本当これ途中経過やばくないですか。もう何て言うんだろう、終わりが分かんないというか、ちょっとまんじゅうかじったみたいな感じになっちゃって、すごい癖。ちょっと、あとなんかここ、ここ切っちゃったらダメだよ。あ、軽くでもいいのかなと。あ、もなんかスタイリングするときにこの辺うっとうしい気がするんですよ。うんうんうん、はい、相当好きです。はい、この時点で全く終わりが見えておりません。なんかなんとなくここ軽くしてます。はい、なんか誰でも頑張ればヒゲ繋がるんだなって思って。え、繋がったの。繋がってきてます。マジで頑張るって何頑張ったの。いや、ここだけ一生生やし続けるというか。一生生やすの。生やし続けてるんですよ。そうなの。繋げたいの。繋げたいですね。ヒゲダン。ヒゲダン。ヒゲダンシ。そうですね。ヒゲダンシいいよね。本当ですか。うん、松田さんアリーな人です。アリーな人。20人に1人ぐらいしかいないですよ。そんないないかもしれない。あ、そうなんだ、はい、ヒゲ男子アリーな人。はい、え、で待って5先生です。これもインパクト。なんかでもそのぐらい短くするとあんま癖出てないですよね。うん、あるけどね、あるけど、はい、暴れ出してはないと、うん、どの長さまで行ったら癖落ち着き出すのかなって。落ち着かないよ。なんかやっぱ女性とかで言うみたいな、重さでみたいな、長さの重さでみたいな方。ああ、髪質によってね。この髪質は無理ですか。坊主以外無理じゃない。今回のブリーチもまあちょっとストレートパーマかけたみたいなイメージですよ。弱い、ゆるい。
でもあの後からすごいやっぱ伸びたように感じますね、髪の毛。ちょっとなんかまっすぐになってるんですよ、多少。若干ね。はい。ちょっと触って。もう全然違いますね。全然違うんだ。え？わかる、わかんないわ。全然違います。わかったことない。トップはやんないほうがいいですかね。え、いいじゃん。やってればいいですか。軽く少し。ちょっとわかんないですよね、その辺は。いやいやいや。わかんなかったら私もわかんない。誰がわかんないじゃん。遠くから来てさ。じゃあこれ、うん、オッケーみたいな感じで言わないと終わらなくなっちゃう。切り終わりこれ素敵すぎて、やばいっすね。クレームだよ。これで美容室出てったらもうあそこの全然やばい。未だに同じぐらいの癖の男の人会ったことないよ。はい、もしさ、同じぐらいの癖の人と街中で立ち合わせたら多分付き合うだろう。いや、そこは間違いない。多分付き合うだろう。どう？いや、どうと言われるとよくわかんないが。よくわかんないか。答えになります。いや、どっちかそうだね。ありがとうございました。もういい感じですもんね。本当だね。確かにこう見ると切ったの分かるね。はい、仕上がりました。どうですか皆さん、あのアフロから一転、もうこれ常田さんですよね。こんなに変わるんだ、濡らしてって感じですよね。ほら、もう常田さんだもん。でもね、この後ね、本当ファンの人に怒られるようなこと言ってましたよ。なんか多分自分の方が早くからこのピアスつけてるんですけど、ピアスも常田さんのパクってるみたいに、パクってるっていうか、リスペクトしてるみたいになってるのはちょっと恥ずかしいんですよ。常田さんがアホってことで大丈夫？はい。大丈夫とかじゃなくて、どういう気持ちで言ったのかなっていう。あ、これですか？うん、いや、完全に本当に自分の方が先でした。キングヌーファンの皆さん、すいませんね、結構やばいこと言ってますよね。だからね、早めにキングヌーファンの人に怒られちゃえばいいのにと思ってます。お客様でね、もし言ったら言ってください。はい、怒られちゃえばいいのに。ということで、本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。またねー。